はいガンチャンネルです今回はね以前動画上げた特別使用車についてね販売延期になったんですけどまたね販売日が確定したのでお話ししていきたいと思います車体の金額だったりだとか出る車体色っていうのもねちょっと判明したので一足先にね皆さんにお届けしたいなと思って動画撮っておりますではね行ってみましょうはい ではねえー、と以前12月6日に出るっていうお話でまず動画上げたと思うんですねはいでその後に一応延期になって未定っていうことでまたお知らせする動画を上げたと思うんですよでまた二点算定するんですけどまたね年末に、えー、とハイラックスが出ることが確定したってことでまたねちょっと情報をお話ししていきたいと思いますまずなんですけど、えー、と特別使用者って形でお話し,したと思うんですけどその特別使用者の名前が今回わかりました はい、えー、と以前は、えー、と Z グレードベースの特別使用車っていうことでお話ししたと思うんですけど、えー、と今回の特別使用車の名前が、えー、とレボ6個って多分タイ,のタイで実在しているモデルなんですよね。 ホワイトレターのタイヤを履いているモデルになるんですけど荷台にもねエアロパーツみたいなのがついてるようなね結構かっこいいモデルになるんですけど、えっと、ベッドライナーがついて、えっと、テールゲートアシストがついてってお話もしたと思うんですがもしかしたらねベッド自体のエアロもついてくるんじゃないのかなって思っております。ここの辺はははねままだ情報がわからなないいところにはなっております、はい ととうとう、ね、タインってついているハイラックスのこの「レボ」っていう名前がね日本に上陸するってことでねめちゃめちゃ個人的に嬉しいです。あと6個ってことでねあの6個の荷台のステッカーもねおそらく多分貼ってあると思うのでその辺もね早くちょっと原車見てみたいなっていうところではあります。めちゃめちちゃゃゃかかっっこいいいいい。んじゃないかなって思いますね。はい でおそらくヘッドライトも、えー、とマットな感じのデザインで、えー、GR のヘッドライトと同じような感じでね出てくるんじゃないのかなって思っております次に、えー、と発表が、えー、と今月の22日年末ですねに発表されるってことでで生産自体は、えー、と来年の3月から開始になります。開始になっ でえー、っと日本に入ってくるのが5月以降ってことですぐ契約してもおそらく半年ぐらいは待つんじゃないのかなっていうような状態になってますねはい今ね昨今結構あのハイラックスもそうですけど他の車も結構ね納車が遅れてたりっていうのがあるのでその辺はね、まあ、正直仕方ないところではあるのかなと思いますはいで次に価格が判明したのでお話ししていきたいと思いますはい金額の方が、えー、っと GR より高いですはい えーと税込みで、えー、477万円になりますはいめちゃめちゃ値段上がりましたよね今 GR で431万なのでそこから十四4 5万かな十五万ぐらい値上がりしますはいおそらくねこの値上げの中にえー、と以前お話ししたベッドライナーだったりだとか、えー、とテールゲートアシスト あとタイヤもおそらくねホワイトレターのタイヤ履いてくると思うのでそういったところでもね、まあ、コストが上がってるのかなとは思うんですけど470は結構上がりすぎですよね正直ちょっとねそ,のそこはどうなんだろうなって個人的に思っております GR と同じかちょい安ぐらいで出てくるんじゃないのかなと思ってたんですけどだいぶね、えー、と期待を裏切られた感じがしますねはい。 はい、次にあと判明した新実として車体色が分かりました、はい、GR は、えー、と現在だとパールホワイトですねと,、えー、とブラックの2色だったと思うんですけど今回の「レボロックエディション」に関しては3色になります。はいえー、と「パールホワイト」と「黒」ともう1色が皆さん待ち望んでいるオキサイドブロンズメタリックになります。はい やっぱりね、このレボロッコっていうとねオキサイドのイメージあると思うので多分めちゃめちゃかっこいいんじゃないかなって思いますね。フェイスもね Z グレードと違って形状はね GR と同じ形状はしてるんですがまた GR ともね、えー、とボディ同色ではないので少しね武骨で。 ゴゴツツしたようなななね車体になってくるんじゃないのかなと思います、えー、とあとね結構検査が、えー、と新車だと書類だけでね登録っていうのができるんですけどこちらはねなんか持ち込みの検査が必要みたいでおそらくディーラーの方も陸運局に行って持ち込むのでおそらくね通常よりは、えー、と納車整備時間がねちょっとかかるかなっていう感じになってますね。はい で今回はこちらの情報をあげてみたんですけど結構ねこのレボロッコもねめちゃめちゃねおすすめにはなってますねはい何にしろやっぱ見た目がかっこいいので、えー、と通常のね Z グレードあと結構最近台数も増えてきたね GR とはねまたちょっと一線を描くようなデザインになっているので非常に楽しみです、えー、と以前の動画でもお話ししたんですけど是非ねえっ、ー、と「ランドクルーザー70の再販」の再彩版 の抽選に落ちた方とか、えっと、ランクル300とかねその辺購入検討している方ぜひねこのハイラックスをおすすめ非常にしたいです。 納車までの時間が短いっていうのと金額もね70とね同じぐらいの金額にはなってくるので、はい、そういったところでもねやっぱりね非常にランドクルーザーもね魅力のある車なんですけど、えっと、ハイラックスもね本当におすすめな車なんで、えっと、現行ハイラックス2台乗り継いできてるので非常にねおすすめできるものではあります。えっと、ハイラックスオーナーナの方もそうですし 他社種検討している方もね是非このね、えー、と特別様車のレボロッコエディション本当におすすめですので是非皆さん気になる方は検索等してみてください一応まあタイの方ではね結構ねあのやっぱりレギュラーな車種であの車体もねもう作られてからだいぶ、えー、78年ぐらいかな 8年ぐらい経ってるのでマイナーチェンジでどんどん良くなってきてるので気になる方はねぜひこの今回のハイラックス検討してみてください。はいえーとね、今後ねまた、えー、と22日以降ですね えーと現車が出たらちょっとねまあ、ホームページとかね見てからねまたねこういったような動画を上げていきたいと思います今回は新しく判明した価格の情報車体色の情報グレードの名前ってことでお話ししてみましたこの動画いいなって方は高評価あとチャンネル登録の方よろしくお願いしますではこのチャンネル下ご視聴ありがとうございましたバイバイ